よし、12球団すべてで30年以内に制覇していくやつの西武編ですね。やっていきましょう。と、西武ね、マジでね、むずいね。せっかく優勝したんだけど、海外留学する金がねえな。留学なしで、今年は。金はあるんですが、ちょっと、機材に置いときたいっていうのがあるんで。機材も買えんな、そんなに。残り4億か。外国人1人取れるぐらいは、残しとかないとね、ガチャ引くために。あー、まあいいか。じゃあキャンプ行きます。開幕まで行くわ。よし、開幕まで行ったんで、まあ今年留学生もいないしね。で、去年優勝することができたんで、遅くなんとかなると思うんですが、どこが足りない？うちポジション、野手。セカンドか。セカンドがちょっとやっぱり安定してないから、外野は結構人がいるんだよな。二塁手の外国人探しとか一応保険で。取らなかれば一番いいんですが、まあ、4億円残してるんで、一応取れる準備だけしておかないと、まあ優勝するっていうのが難しくなっちゃうから、よし、首位。いい感じよ。なんとか1位になるんじゃないの？どうですか？ 4 ゲーム差つけて。もう首位を、下走るんじゃないか。投手をちゃんと整備したからね、俺が。2年ぐらいかけて。2年かけてちゃんと投手整備しましたよ。投手陣を戦力外やら FA やらをかき集めてドラフト当てたり。いいね。でもまだ 1.5 か。結構差をつけてたと思ったら意外とロッテがいい感じか。 1.5 ゲーム差。またデッドヒートしないといけないのか。もうそれ以下はちょっと離れてるね。うちとロッテがちょっと接戦。4.5。 おそらく優勝できるんじゃないかな。無理かな。まあ多分ね、今年優勝できると思うからシーズン終了まで行こうか。クライマックスシーズンまで行きます。なんとか優勝します。勝てん。6月に入って2位、3位まで落ちてます。ちょっとまずいね。テコ入りをしないといけない。ピッチャーどうするかな。誰やる？高橋玲が去年良かったのにね、今年良くないんだよな。まあ、もう一回試してみよう。与座が代わりにいいんだけどね。去年無敗の男よ。渡辺がなんか最近中継ぎで頑張ってんだよな。0.60 って、えぐ。田所を変えるか。森浦。リード時、ビハインド、リード時。接戦時、中継ぎエース、ビハインド、リード時、ビハインド。あー、エイリーが全然打ってないな。2割2分7厘。鈴木誠也ももう完全に衰えたな。高木。吉田も2割4分7厘。微妙ですね。坂本上げてみるか。いや、そうだ、外国人取ろう。そうだ、A ランク見てたんだ。21歳、ベネズエラのゴードン、3割4分1で40分135だって、神。こいつ取るわ。残り95。もう金はなくなったが、あとはもうこいつにかけるしかない、ゴードンに。対打で弱いな、みんな。アイトは怪我してる。エイリーはでも下げれんよな。とりあえずエイリー使うか。セカンドゴードでしょ。サード三井。5番を打ってくれたらな。1番エイリー。
1番で変わらないかな、こいつは。で、対左は鈴木誠也使う。若林。坂間も対左強いのか。野崎も対左強い。ゴードンも対左弱いから、じゃあ友崎対左弱い。ちょっとこれでゴードンがどれぐらいやってくれるか。ここで一気にまだブーストかけようぜ、ゴードンブースト。あー無理かな、ちょっと3ゲーム差。頑張ってオリックス相手に。もうセーブやりたくない、もう何年セーブやってんだよ。おいいぞ、上がってきた。おいいぞ、 0.5 差。よいいぞ、これゴードン効果が。よし、交流戦首位で折り返し。そして日本代表期間がある。休んでくれ、ゆっくり。三井とか出てんだろうな、休ませてくれよ三井、マジで。オリンピックに出すのやめてくれ三井。よし、負けてくれた、早めに。早めに負けてくれた、ありがたい。シーズンに力残しておいてくれ。2ゲーム差、1ゲーム差、ゴードンがスランプ。お、ゴードン早い、スランプ3日ぐらいでスランプ脱出。 0.5 ゲーム差。後半強い、うち後半伸びてくるよ後半。ソフトバンクが後半失速するから。ゴードンが怪我、そして友崎がスランプ。 1.5 ゲーム差、5ゲーム差。 1.5 ゲームから変わんの2ゲーム。0.0。 よーし、逆転された。なんとか勝って1ゲーム差つけられた。よしよし、あーマジック1。あー終わった、終了と。あー21ゲーム差、めちゃめちゃ惜しいと思ったけど、セリーグもめちゃめちゃ惜しい。 0.0 ゲーム差だって、かわいそう中日。しかも DeNA 23.5 ゲーム差ついてるし、しかもクランクシーズファイナルステージ負けた、ファーストステージロッテに負けたし。そっか、4位まで 5.5 ゲーム差だって、めちゃめちゃ接戦だな。あーもう1年遊べるドン。結局ゴードンはどうだったんだろう、惜しかったなぁ。あと一勝。交流戦がね、良くなかったね。ピッチャー陣、失点は少ないけど、防御率は良くないってことは、どういうことだ。延長とかの、あれか。延長とかが少なかったのか。得点も2。防御率も2。そら2だわ。塩沢。4点台。先発がやっぱ良くなかった。中島、洋座、高橋、熊坂。やっぱ中継ぎは良かったんだけどね。横井、神田、渡辺ね、1.05。渡辺先発やらせてもよかったかな。松尾もいいね。打線を打ってはキャトリー、3割0分3に25。3割25本で OPS919 ってなかなか高いね。出塁率が高いのか。三井。エイリーがね、もうちょっと頑張ってほしかったけど、まあいいでしょう。高木、ここだ。高木だな、高木。ゴードンは3割3分7厘13本打ってる。ACEBC、しかもまだ21歳と。有望株、OPS1 超えてる。アイトは良かったね。坂間、そこそこ頑張ったか。鈴木誠也もう取れたな、吉田正尚もダメでしたと。若林も衰えてると。全体的に衰えまくってんだよな。大丈夫、これどうやって勝つんだ、マジです。泥沼にはまってる西武、マジで FA でなんか来ねえのかな。首位打者取ってる、最高出塁も取ってる。戸郷エグ、やべえ、沼にはまっちゃった。西武の所沢から抜け出せないんだけど、西武電車しか走ってない、あの所沢の西武ドームしか。西武ドームから抜け出せねえ。
西口監督、西口頼むよ、なんとか。1億円、もう4000万だ。吉田正尚と一緒だもんよ。ヘイリー、現状維持でいいのこれ。ちょっとやっぱ罰を与える。フランスは引退。お前のが下でしょ、若林のが。横井だからよかった、複数年契約で。引退か。いや、お前はまだやれる。吉田正尚は引退まだやれるけど、4000万払いたくない。打撃コーチ引退してくれ。殿崎はまだやれるって。36が高えな。引退してくれ。山川も引退。久保も引退か。もう引退だな。高橋遥人も引退。東も引退と。監督が新たに求心力を覚えました。あと一歩のところで勝てないのが西口監督らしいね。ノーヒットノーラン達成仕掛けてたけど達成できないみたいな。あと一歩が足りないがあったんだよな今回は。やっぱ初年度ドラフトもっと乱獲するべきだったな。それがちょっと後になって響いてるわ。ここに来ていい若手がいないっていう。ピッチャー陣はそこそこね、もう整備できてきたんで、問題は野手よ。本当にもう野手。三井が入っただけでかいんだけどな。できたら三井みたいな選手がもう一人欲しいが、まあそれは贅沢か。外野。マキタニ高校ナンバーピッチャー、ドラフト2で取れた、ラッキー。今のドラフト2はなかなかラッキーだったよね。どちらかというと野手取りたいんだよな。高校大学ナンバーの野手。151キロ、152キロ。サークルチェンジしか投げれないけど、球種覚えたら化けるんじゃない？ピッチャーは結構いるんだよな。もうある程度ピッチャー陣は整備することができたから。てか、ピッチャー陣を整備してる間に野手が衰えちゃったんだよな。うまいことやっぱどっちもやれたらよかったんですが。今からちょっと打撃陣を強化していかないといけないと。このままでいっか。てか FA でね、いいバッターが取れなくなったからね、結構最初の方って FA でいいバッターが結構取れたんだけど、今回最近いいバッターがね FA しなくなっちゃったんだよな。なんで？なんでなんだろう。鈴木誠也とかいたんだけどね、 FA してくれる。クスだ。牧谷、ここらもピッチャー。2は大学ナンバーのよし。ナンバーワン縛りでもやってるのか、俺は。広瀬。社会人ナンバーワン投手。ナンバーワン縛りでもやってるのかもしれない。帰国選手はいない。結局、近本は打ったのかな。近本は地雷だったのかな。近本どこ行ったんだろう。多分、高年俸だから分かるでしょ。おっ。いや、打ってるじゃん。こっちじゃん。吉田じゃなくて。吉田じゃなくて、近本だった。3割2分17本、101打点。101打点、20と。えぐ、近本。こっちだ、1点の8。こっちだったか。吉田正尚じゃなくて、近本だったな。戸郷。16勝0敗。かわいそう。野村、いやーホームラン王ですが、ちょっととし君、あー北二刀流、年俸クソ安い、ありがたい。野村、俺が育てた選手がここに来てなんか FA してきてるんだけど、俺に取れて言ってんのか。ニポリン、野村は取る C ランク。北もゾール、
ここ野村行くか。それともピッチャー行くか。ニポリン行くか。やっぱ長打打てる選手うちいないからな。ここはバッター取りに行こう。こいつは絶対取りたい。1億4900万。でもこいつそんなに金を払いたくないんだよな。野村に。正直金がねえ。正直金がないんだ。野村来た。野村よし。全員獲得。これで打線結構強化できたんじゃない。田所と浜屋、浜屋持ってかれた。これで打線が強化できたんじゃないか。 DH に来た奥でしょ。でダブル野村をさあ、ポジションがね、ポジションがね、ポジションがなかった。こいつはでもね、ファースト、セカンド、サード。あ、こいつ外野ですか。外野やらして、どうしよう。なかなか重量打線になるんじゃない。来た。来たって一番かな。2番で三井。3番ゴードン、4番キャトリー、5番エイリー、5番野村、6番エイリー、7番愛斗、8番川野、8番若月基本。おお、なかなかいい打線じゃん、これ。野村の外野を鍛えないといけないな、それだけ覚えておく。なかなかいい打線組んでるじゃん。ということで、じゃあ今日はここで終わります。それではバイバイ、さよなら。